こんにちは、今回はポンドドル急上昇の原因は揺れるブレグジットの今に迫るという話をしていきます。この動画を撮っているのが9月の6日なんですけども、もうついもう数日前ですけど、ポンドドルの方がですね、まあ急激に上昇しまして、それでその日に質問結構いただいたんですよね。今ブレグジットでそもそもイギリスとか欧州の方が大変なことに、まあ、もう揉めてますけども、なんでポンドで上昇したんですかと。そのブレグジットがこれから起こるっていうのは分かってるんだから、まあ、普通は下げると思うんですよねと。なんで今回っていうのは上昇したんですかっていう質問をたくさんいただいたので、今回ちょっと動画で大事なところだけを凝縮してギュギュッとですね、お伝えを、重要なポイントを絞ってお伝えをしていきたいと思います。でまず、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、ポンドドルですね、急上昇しましたね。まあ、これ、まあ、ネットから拾ってきたチャートですけど、日足なんですよ。で日足だとですね、ちょっとこう分かりづらい、あんまり急上昇っても別にそんなじゃなくないっていうふうに思うかもしれないんですけど、この日足のこのチャートパターンを見たらですね、非常に強い上昇だっていうことが分かると思います。まあ、ちょっと説明するとね、ここのちょっと見えますかね、ちょっと近いかもしれないですけど、ここねヒゲになってるんですね。下ヒゲをつけて最安値を作ってからの陽線で引けてるので、一旦下を試しに行った、最安値つけたけどその日高値で引けてる、初め値より高いところで引けてるっていうのは、これは非常に強い上昇パターンなんですね。このローソク足が出た時は、で案の定翌日もうほぼヒゲなしの陽線、長大陽線で引けてます。そしてさらにですね、翌日も陽線で引けて、直近のここのレジスタンスを突破してます。軽々突破してます。でその後ちょっと落ちてきてますけども、まあここからのよくあるパターンっていうのは逆ヘッド&ショルダー、もうつい先日これドル円で出たばっかりのパターンですね。でここからよくあるパターンっていうのは、まあ一回ここで安値つけて、ここでヘッドつけて、まあここがショルダーですね。で今度は右側のショルダーを作りに行くっていうパターンですね。なので通常はここでまた少し落ちてきて揉んで、ここの安値、最安値まではいかないんだけど、ちょっと下がって揉んで上に切り返していくパターンだと逆ヘッド&ショルダー完成なので、そこから一気にまた上にブレイクしていくっていうパターンが多いんですよね。なのでそのトレンド転換のパターンをこのまま描くのかどうかっていうのは注目すべきポイントなんですけども、ただそれを考えた時に今のイギリスの問題、ブレグジットの問題ですよね、それを深く掘っていけばいくほど、ここの局面というのは非常に難しいということが分かってくるんですね。そのファンダメンタルズとかその背景の流れ的に、その辺を今回はちょっとお伝えをしていきたいなと思います。でそもそもですね、まあ、ブレグジットですけど、本当だったら10月15日までにハードブレグジットするんじゃないかっていうのは言われてたんですよ。ハードブレグジットっていうのはもう強行突破でブレグジットするっていうことですね。まあ、特に何もルールは決まってないわけですね。まあ、EU っていうのは、まあ、ちょっと不思議な集まりで、その EU に加盟した国が抜ける時のそのルールとか条項っていうのは何も決まってないっていうのは、これは有名な話なんですよ。なのでブレグジットっていうのは今これだけまあ難航しているっていうことですよね。実際にじゃあイギリスがEU から抜けますってなった時に、どういう手続きを踏んでいったらいいのか、どういうことをやっていったらいいのかっていうのは何も決まってない状態なので、今これだけ揉めてるっていうことですね。まあ、唯一の救いはイギリスはポンドだっていうことですね。ユーロを採用していない。これがもしユーロの通貨をイギリスが採用してたら、かなりまた面倒くさいことになってたはずです。まあでもポンドなので、その辺の通貨の国内のね、その通貨に関する影響はまあそこまでは大きくないのかもしれないですけど、まあ、でも経済的にはやはり欧州に組み込まれているので、そこからまあ離脱するとなったら、まあそれはいろんなことが起きますよね。多分想定できないことはたくさん、多分いろいろと起こるんじゃないかということで、もう何年もですね迷走しているということですよね。で10月15日までにそのハードブレグジットっていうのがまあされるんじゃないかって言われたんですけど、結局は1月末までの延期法案ですね、まあ、が可決されたということですね。で今のイギリスの首相ですよね、まあ、一つ前がメイ首相だったんです、女性の、ね、首相でしたけど、その後ジョンソン首相になって、でジョンソン首相はその1月末までの延期法案には反対してるんですよ。で延期じゃなくてもう総選挙しようぜ、解散してもう総選挙しようぜっていうのはジョンソンの主張です。でも議会がそれに反対してるんですね。いやもう解散はダメだというふうに議会は言っている。で結局お互いの主張がぶつかり合って、今何も進まない状態になっているっていうのが、まあ、ひとまずの現状です。
で、これをマーケットはどういうふうに捉えたかっていうと、まあ、まさにこの上昇の通りですよね。この価格の上昇が示す通り、まあ、一回交換してますよね。まあ、ハードブレグジットがなくなった、もしくは延期になったことによって直近の影響は減ったというので、今までずっとハードブレグジットを織り込んできたので、一旦その織り込み分は多少戻すよねっていうことで急上昇したっていう流れではあります。ただですね、ここでまあ冷静に考えなきゃいけないのは、いや確かに1月末に延期法案可決されましたけども、そもそも本当にそれが延期になるのかどうかっていうのは分からないですよね。そもそもそれが本当の意味で了承されるためにはエリザベス女王の許可が必要なんですけど、それは多分まだ取れてないっていうところで、エリザベス女王がノーって言ったらまたそれはノーになるわけですよね。ということで、何も実は変わっていないっていうことの状況は、単純にもしかしたらブレグジットが延期になるかもっていうだけの話ですよね。そしてジョンソン首相は総選挙を求めている、延期は一切求めていない、これはメイ首相と変わらない、同じ方針ですよね。まあ、それでメイ首相はまあ完全に八方塞がりになって結局辞任するということになりましたけども、ジョンソン首相もこれからどうなるかですよね。ちょっと苦しい状況になってきてはいるとは思いますけど、まあただ長期的にはですよね、何も状況は変わっていない。で、仮にですよ、ここからじゃあブレグジットやっぱやめましょうと、仮にですよ、総選挙をしてブレグジットを否定派の党が与党を取ったとしますよ、仮にですよ。ってなったら、じゃあブレグジットやめましょうと。で、それでじゃあどうなるかということですよね。イギリスの立場として当然今欧州って弱ってますよね。で、もうずっとマイナス金利が続いてて、ドイツの国債なんかもずっとマイナスで、で、まあ移民問題、難民問題が今欧州では引き続き勃発してますよね。で、結局国境とかを取っ払ってしまったことによって、その優秀な人材っていうのは、まあ、全てその強い国、例えばドイツとか、そういう仕事がある国に流れていってしまった。なのでドイツの独り勝ちで、それ以外の欧州の国々っていうのはどんどん痩せ細っていってしまったっていうことですよね。じゃあそこにイギリスは残るということは、当然ですね、いろんな未処理の問題を押し付けられるっていうことなんですよ。欧州って今いろんな問題を抱えているので、経済の問題、デフレの問題、金融政策の問題、移民難民の問題、いろいろあるんですけど、じゃあこのね、欧州の中でも兄貴分的な、ね、存在のイギリスさんお願いしますと、もう他の国々は絶対言ってくることはもう間違いないわけですよ。ってなったら、いろんなものをイギリスは背負わなきゃいけないですよね。その代償は非常にでかい。確かにブレグジットしなくていいけど、その代償はイギリスという国にとってはかなりでかいし、痛いんですよ。じゃあそれを果たして、じゃあまた国民が受け入れるのかっていうことですよね。っていうのは、これはまたちょっとハテナマークっていうところはあるんですよ。そしてさらにですね、ブレグジットをしないとなったら、当然アメリカからは嫌われますよね。まあ当然ですね、アメリカから何やってんだということで、イギリスとしてはですね、まあ外交上ですよね、結構苦しい立場に追い込まれてしまうということですよね。で、ちょうどですね、この1月末の延期っていうのが、まあ、出た時に、ロイターですよね、ロイターの記事にこんなタイトルでニュース上がってたんですけど、ジョンソン A 首相、野垂れ死の方がマシ、 EU 離脱延期なら。ジョンソン A 首相は5日、10月末の欧州連合離脱期日を延期するよりは野垂れ死にすることを選ぶとし、離脱延期はないと改めて断言したと。 EU 側に離脱延期を要請することはないと A 国民に約束できるかとの質問に対し、ジョンソン首相、約束できる、野垂れ死にした方がマシだと述べた。離脱延期によって得るものは何もない、再延期する目的は一体何なのかと疑問を述べた上で、総選挙を EU 首脳会議前の10月15日に実施することにコミットしていると述べたということで、まだまだですね、ジョンソン首相は10月15日までの決行というのを考えていると、このニュース上ではですね、そういうふうに発言しているということになります。なのでまだまだですね、予断を許さない状況ではあるんですけども、そもそもですよね、なんで延期になったのかっていうことなんですよ。で、まあ、これはもう本当に簡単で、野党ですよね、その労働党は10月15日までにそのジョンソン首相に総選挙をされると非常に困るわけですね。というのはですね、もし総選挙をしたら労働党の議席がさらに減ってしまうんじゃないかっていう懸念があるからなんですよ。まあ、要するにブレグジット派の方が今強いので、総選挙をしたときに当然ブレグジット反対派の労働党の議席数は減ってしまうと、っていうのが嫌なので、労働党としてはなんとかこれを延期して引き延ばしたいっていう意図があるわけですよね。だから純粋に
ブレグジットに反対というよりかは自分たちの政党を守りたいという意図がここには働いているので、それも合わせてですよね。これ非常に複雑な状況、国内の、 その政治状況、そしてブレグジットというものがちょっと重なってしまっているという意味でちょっと厄介なんですよね。なので一向に進まないというのがもうメイ首相の時から続いている、これは大きな問題なんですよ。いつブレグジットするのというのはもう他の国々はみんな思ってるわけですし、多分国民が一番思ってるわけですけども、全然進展しないで、その間にポンドはひたすら売られていくわけですよね、はい、どんどん通貨が弱くなっていくっていう状況の中でなかなか結論が出ないと。で今回もまたジョンソン首相はですね、悶着に巻き込まれて結局ブレグジットはまあ延期になってしまったっていうことなんです、まあ、まだ確定はではないんですけどね、まあ、そういう今流れになってきてると。でそれもありですね、ポンドドルはまあ上昇して一時期にまあ安心感が出たというところですね、まあ、たださっきも言ったように根本的には今まだ何も解決していない状況なんですよ、まあ、そしてやはりですね、進むも地獄ですよね。ブレグジットしてからどうなるかが全く読めない。そして仮に引く、まあ、残るという選択をしても待ち受けているのはまあ結構悲惨な状況ですよね。イギリスにとっては背負うものがあまりにも大きいということです。だから進むにしても引くにしてもどちらにせよイギリスは今もう崖っぷちっていう状況にあるっていうことですね。そして今そもそも起きているこの問題の共通点とは何かですよね、まあ、今ブレグジットだったり香港のデモだったりとか中国の不動産バブルだったりとか、まあ、いろんなことが今起きてますけども、まあ、これらすべて先延ばしでごまかしているだけっていうことが一つまあ言えるわけですよね。というのはどういうことかっていうと、例えば中国の不動産バブルですよね、まあ、そろそろ弾けるんじゃないかってずっと昔から言われてますけど、なかなか派手にバーンといかない、まあ、実質、中国の不動産バブルってその日本で起きた不動産バブルよりもはるかに高い水準にあるんですよね。一説ではその 1.5 倍とか2倍とかっていうふうに言われてますけども、なかなかこれがバーンと弾けないっていうのは何でかっていうと、そもそも当時の日本っていうのはもう完全なる資本主義自由主義経済だったわけですよ、まあ、自由に競争してください、自由に買ってください、自由に売ってくださいっていうのがまあ背景になったんですけども、中国に関しては一応まあその表向きはまあ自由主義経済を謳ってますけども、実質は統制経済ですよね。いわゆる中国共産党がいろいろと制限をかけてるっていうことですよね。なので普通だったら、ああやばいってみんななったら、あもうこの後これ住宅バブル弾けるわってなったらみんなもう一気に売りに走るじゃないですか。それが市場原理ですよね。みんながバーッと恐怖にまあやられて売りで売りを仕掛けていくことによって不動産価格っていうのは暴落していくわけですけども、それを人工的に今中国共産党はストップをかけてるわけですね。不動産の売却に制限をかけることによってその急激な値段の下落っていうのを人工的に無理やり防いでる、せき止めてるわけですよ。でもそれって別に確かに価格自体は下がってないかもしれないけども、その人の心理ですよね、その恐怖だったり不安っていうのは日に日に増大していってるわけですよ。でそれを無理やりその計画経済によってせき止めるっていうことは、どんどんその負のエネルギーっていうのが蓄積溜まっていくわけですよね。だから人工的に強制的にそれを制限すればするほど、どこかでしわ寄せとして、まあ、大爆発っていうかね、大きな反動が生まれるんだ、起こるんじゃないかっていうのは今言われていることではあります。まあ、それがいつ起こるかっていうのはね、なかなかこれは分からないんですけども、でも中国にしてもこれはブレグジットと全く同じで先延ばしをしているだけなんですよ。でいつかこれは限界が来るわけですよね。で当然その中でウイグルの問題もあれば、チベットの問題もある、そして今香港デモの問題があって、その香港にしてもどうなるのか全く見えない、中国共産党としてもそこに介入すべきなのか、それともそのデモ隊の要求を受け入れるのか、まあ、多分それはないと思いますけども、多分今非常に迷ってるんじゃないかなっていうのは思いますね。まあ、ただもし仮にですよね、その香港のそのデモ隊が要求している普通選挙の実現ですよね、民主化によって普通選挙を実現せよという要求をもし飲んだとしたら、まあ、これはほぼ間違いなく、まあ、香港というのは多分独立の流れになりますよね。中国からの独立っていう風になっていくので、明らかにそれは中国共産党としては嫌なわけですよ。だから、まあ、デモ隊の要求を受け入れることはまあないとは思うんですけども、でも今手の打ちどころがないということで、まあ、未解決のままという状況ですね。でそんな中ですね、市場はまあ混乱してるかと思いきや、確かに一時的に中国アメリカの貿易戦争で、まあ、マーケットちょっと荒れたりとかしましたけど、今アメリカ市場やっぱり強いんですよね。一回バーンと下げた後も
その下げた分全部埋めてまた上げてきてます。でダウに関しては動き的にもこれ完全にもう3万ドル目指してるよねっていう動きを今してきてるんですよね。なので突発的に例えば中国アメリカの間に何かニュースが出た、ただ一時的にバンと下がることはあるけど、またそこで買いが入って上がっていく、今は現状はそういう流れです。でやっぱアメリカ市場が強いので、それにつられて日本の株式市場も今強いです。で日経225ですね、今強いですね。流れ的にはやっぱ今上になっているので、まあ、ドル円がねそのずっと円高続いているので日経もなかなかバーンと上には上げられないんですけど、でも円高の割には日経が今結構強くなってきて上がってきているので、一旦ちょっと一時的に円安の戻しみたいなのが発生したら日経225の方もちょっと上げ幅が出るんじゃないかなというふうには思ってます。ということでですね、まあ、引き続きそのマーケットの反応を、まあ、やっぱり注意深く見ていく必要はあるかなという感じですね。やっぱりねその今中国とそのアメリカのそのごたごたにマーケットは、まあ、大衆心理は、ね、慣れてきてるっていうのがあるんですよ。だから反応が鈍くなってきてるんですけど、それ以上のインパクトが起きた時には絶対そこに反応するので、今仮に少し戻していくような相場だったとしても、ちょっと強気の相場だったとしても、それが急に逆転することは十分あり得るので、まあ、そこは常にマーケットのですね反応を見ていきながらすり合わせていくことが重要です。で、まあ、全体的にはねやっぱり分断の流れっていうのは加速していきますよね。そのブレグジット、欧州を離れる、 EU を離れるっていうのもそうだし、香港が今後中国を離れていくっていうことも十分考えれるし、あとはロシアとかね、ロシアにしても、まあ、今実は裏でいろいろとロシア動いてまして、実はこんなニュースがありました、ね、ロシア大統領、中国やインド含む G7 型の枠組みを提案ということで、中国とアメリカ、イギリスがドタバタしている間にですね、まあ、ロシアのプーチン大統領ですね、まあ、裏で、まあ、新たな枠組みを作ろうとしていると、まあ、そこに中国、トルコ、インドなどを含むより広い枠組みでの会合も歓迎すると述べたということで、プーチン大統領、ウラジオストックで開かれた東方経済フォーラムで中国やインドなどを含めない効果的な国際的な枠組みは想像できないと述べたということですよね。なので、まあ、明らかに、ね、そのアメリカ、先進諸国の G7 を意識したこれは動きだとは思うんですけども、そういうふうに今世の中はですねどんどんこう統合されていくというか分断していっている流れではあります。なのでこれまで何度もお伝えしてきているように、それを間に入ってこうまとめていく、その喧嘩を仲裁していく役割の国が絶対必要になってくるんですよ。でそれはこれまでも何回も言っている通り、まあ、やっぱり日本しかないなっていうのは思ってます、はい、ちゃんとその国の間に入って調整をしてつなげていって、問題を平定していって和していくと、そういう流れを作れるのは、まあ、日本しかないんじゃないかなというふうに思ってます。でいよいよ、まあ、2020年ですよね、まあ、東京オリンピックがありますけども、多分そこからもうさらに大きな流れっていうのが、まあ、出てくるんじゃないかな、また劇的に動いていくんではないかなと思ってます。もう令和の、ね、時代に入ってかなりいろんなことはもうすでに起きてますけども、多分今年以上のことが2020年2021年っていうのは起こるんじゃないかなというふうには思ってます。ということですね、ブレグジットですね、刻一刻と状況は変わっていってるので、また何か進展があったら動画の方でお届けをしていきたいと思います。あとはですね、チャンネル登録といいねの方もぜひお願いします。で何か質問とかあったらですね、コメント欄の方にぜひ書いてください。であとですね、こちらの方からですね、メルマガの方に、僕のメルマガに登録できますので、そっちはですね、これからの時代の新しい生き方だったりとか、お金の稼ぎ方だったりとか、どうやったら地頭もですね、よくしていけるか、どうやったら世の中の流れをこう読んでいけるかっていう、そういった話もですね、いろいろとしてますので、ぜひですね、メルマガの方を登録して読んでみてもらえたらと思います。